はい、こんにちは、116ウィンズです。今回の動画はエンゼルスのアルバート・プホルスに関する動画なんですけれども、昨日ですね、 ESPN のインタビューの中で、おそらくエンゼルスに加入してから初めてですね、プホルスが契約終了後について言及したんですね。というのも、プホルスが2011年にエンゼルスと10年契約を結んだ時から、この契約が切れる2021年に現役を引退するんじゃないかというふうに多くの人は考えていたんですけれども、ただ今回のインタビューの中でプホルス自身はまだ現役続行の可能性を捨てていないというふうに発言したんですね。で、そのインタビューがこちらの通りになるんですけれども、契約満了とともに引退するという声に対して、プホルス自身はそういうふうには考えていないと。で、契約最終年だからといってその後もプレーを続けられないというわけではないので、まだ現役続行という可能性は捨てていないというふうに発言しているんですね。という発言を考えますと、もしかしたらプホルス2022年、42歳のシーズンになるんですけれども、エンゼルスでまたプレーするかもしれないですし、もしかしたらエンゼルス以外の他球団でプレーする可能性っていうのがまだ残っているみたいなんですね。ではなぜこれまでプホルスはエンゼルスとの契約満了とともに引退するというふうに考えられてきたのかと言いますと、プホルスとエンゼルスの契約にヒントが隠されているんですね。プホルスは現在エンゼルスと10年総額2億5000万ドル以上の超大型契約を結んでいるんですけれども、これはあくまで選手としての契約であって、実は現役引退と同時に10年総額1000万ドルのパーソナルサービス契約というものが発動するんですね。で、パーソナルサービス契約のちょっといい日本語訳がわからなかったので、このままパーソナルサービスというふうに進めますけれども、で、この契約というのは、実際にどういうことをやるのかっていうのは明らかにはなっていないんですけれども、一般的には球団内の役職に就いたりですとか、あとは球団主催のイベントに出席するのが、主な仕事というふうにされています。簡単に言いますと、球団とプホルスの関係性を維持するための契約であって、裏を返せば、古巣のカージナルスに戻らせない契約でもあるんですけれども、そういった形でですね、エンゼルスとプホルスの関係性を維持するというふうな契約が実は発動することになっているんですね。で、こうしたパーソナルサービス契約が盛り込まれていることと、あとは契約満了時に41歳という年齢を考えますと、ほぼ間違いなくプホルスは引退するだろうというふうに多くの人は考えていたんですね。ではなぜここに来てプホルスは現役続行の意思を示すような発言をしたのかと言いますと、もしかしたら通算成績のマイルストーンが迫っているのが一つ要因として挙げられるんじゃないのかなと個人的に思いますね。こちらプホルスの打撃成績になるんですけれども、当然ですね、素晴らしい成績が本当に並んでいるんですけれども、通算700ホームランまであと44本。で、あと通算3500安打まで残り298本。で、700ホームランと3500安打両方達成すれば、これ実はハンク・アーロン以来の2人目の記録になるんですね。で、さらに通算2300打点までも残り225打点で。で、これを達成すれば歴代1位の記録になるんですね。という具合にですね、マイルストーンが迫っているプホルスなんですけれども、特にですね、通算700ホームランが、結構射程圏内にあるだけに、やっぱり狙いたいっていう意図があるんじゃないのかなと思いますね。700ホームランといえば、現状 MLB 史上でも3人しか達成していない記録ですよね。バリー・ボンズ、ハンク・アーロン、そしてベーブ・ルースのたった3人で、で、これまでもですね、アレックス・ロドリゲスとか、あとはケン・グリフィー・ジュニアとか、あの辺も狙えるんじゃないかとか、現役時代は言われていましたけれども、結局700ホームランまでは到達できなかったわけですから、プホルスでも到達できないってなってしまうと、本当にこの後の選手で700ホームラン現実的に狙えそうな選手がほとんどいませんので、もしかしたら本当にここ数十年で最後のチャンスになる可能性があるんですね。で、仮にプホルスが契約の残り2年間で、ここ3年間の平均ぐらいの水準でプレーできたとして、平均で22ホーマー、126安打、86打点になるんですけれども、これを通算成績に足し合わせると、通算ホームランはギリギリ700本到達するんですけれども、安打数は3454安打、で、打点が2247打点ということで、3500安打と2300打点というところは、ちょっと到達できないペースなんですね。で、この数字っていうのも、あくまで直近3年間の水準でプレーできた場合という仮定がありますので、これから40歳、それから41歳になるプホルスが、果たして同じ水準でプレーできるかっていうと、必ずしもできるとはちょっと言い難いですよね。っていうことを考えると、2022年、もう1年プレーできた方が、通算のマイルストーンは狙える可能性は高くなるのかなと思いますね。で、おまけに今シーズンはそもそもいつ開幕できるのか、何試合やるのかっていう状況がまだ不透明ですし、おそらく162試合をフルでやるのは難しいと思いますので、記録のことだけを考えれば、2022年も、プレーした方がいいんじゃないのかなと思いますね。
で、その時に問題になるのが、そもそもどこのチームに行くのか、というよりもどこのチームに行けるのかっていう問題が、まあ、プホルスには降りかかってくるわけですね。で、これを私は勝手にプホルス2022年問題と呼んでいるんですけれども、まあ、現状のプホルスの体のコンディションですとか、まあ、あとは守備力とかを考えますと、DH のあるアメリカンリーグのチームにならざるを得ないと思うんですね。で、アメリカンリーグのどのチームなら獲得しそうかというところを考えてみたんですけれども、2022年のロースターを考えた時に、すでにですね、可能性がほぼゼロの球団が7球団ほどあるんですね。まずタイガースはミゲル・カブレラの契約が2022年時点で残っていますし、まあ、同じようにレッドソックスも JD マルティネスの契約が残っていますと。で、ヤンキースもジャンカルロ・スタントンの契約が残っていますし、で、エンゼルスとの再契約については、まあ、今年アンソニー・レンドンを獲得して、この時期間違いなく勝負期に入っている時期ですから、まあ、ほぼないだろうなと思いますし、まあ、何より大谷翔平もいますので、まあ、再契約の線はかなり薄いかなと思いますね。で、アストロズはヨルダン・アルバレスがいますので、まあ、ほぼないだろうと。で、ホワイトソックスとインディアンスに関しては、ホワイトソックスはおそらくホセ・アブレイユを将来的には DH に使いたいと思っているでしょうし、インディアンスについてもフランミル・レイエスを DH に使いたいと思っていることでしょうから、まあ、ここの7球団に関してはちょっと可能性は低いかなと思いますね。となると、右の8球団にアメリカンリーグだったら絞られると思うんですけれど、正直どうですかね。まずマリナーズとブルージェイズに関しては、2022年は、まあ、勝負に狙いに行く時期だと思いますので、ちょっとプホルス取ってる余裕あるのかなと思いますね。で、レイズもそういう選手に手出すかなっていう気もしますし、まあ、オリオールズもクリス・デイビスの契約が残ってるんですよね。そこがちょっと微妙だなと思いますし、ってなると、レンジャース、アスレチックス、ツインズ、ロイヤルズ、なんか、プホルスを取りそうっていうイメージがあんまりないですよね。まあ、無理やり理由を挙げるとしたら、レンジャースは10年ちょっと前にサミー・ソーサを38歳の時に獲得したことありますし、またアスレチックスについては40歳のフランク・トーマスですとか、38歳のマイク・ピアッツァとか、まあそういったベテランの強打者を契約したっていう過去もありますので、まあそういった事例を挙げれば可能性はゼロではないのかもしれませんね。あとはプホルスの古巣セントルイス・カージナルスと同じミズーリ州でプレーするカンザスシティ・ロイヤルズが、まあ興味を示すかってぐらいですかね。正直今回2022年のアメリカンリーグを見たときに、ここだっていうプホルスの移籍先っていうところがちょっと正直思いつかなかったですね。という具合にですね、アメリカンリーグの移籍先っていうのがほとんど思い浮かばなかったんですけれども、もしかしたらナショナルリーグへの DH 導入がプホルスにとっては救いになるかもしれません。というのも、現行の労使協定、まあ、CBA とも言うんですけれども、が2021年に失効となるんですね。で、新しい CBA を結び直すタイミングで、もしかしたら2022年、ナショナルリーグに DH が導入されるんじゃないかっていう話があるんですね。まあ、このオフシーズンにもしかしたらそれが2021年に早まるかもみたいな話はあったんですけれども、まあ、現実的に一番可能性が高いのは個人的には2022年と思っていまして、で、仮に2022年に導入となった場合に、2021年のオフシーズンは、まあ、ナショナルリーグのチームはこれまで DH 制を考慮したロースター作りはしていませんでしたので、当然 DH を務められるような打者を獲得する必要があるわけですよね。まあ、さすがにコンテンダーがプホルスを獲得するっていうのは可能性は低いのかなと思っているんですけれども、まあ、例えば2022年シーズン、まあ、そこまでこうプレーオフは狙いに行かないけれども、まあ、プロスペクトが上がってくるまでの、まあ、つなぎとして1年間誰か DH を務めてほしいっていう需要がもしかしたらあるかもしれませんので、そこにプホルスが収まる可能性はあるのかなと思いますね。で、さらに少し汚い話をすれば、まあ、プホルスこれだけマイルストーンが迫っているわけですから、まあ、プホルスを1年間置いておくだけで、まあ、観客が増えたりですとか、まあ、あとはそのマイルストーンを達成した際には、まあ、いろいろな記念グッズとかの、まあ、販売とかもきっとできると思いますので、まあ、そういった収益面でのプラスを狙って、プホルスを獲得するっていう球団も、まあ、正直なくはないのかなと思いますね。もちろん最終的にプホルスがどうしたいかっていうところにかかっているとは思うんですけれども、ただ2022年もし現役を続けるのだとしたら、まあ、正直選択肢はかなり狭いのかなというところが今回見ていて思ったところですね。まあ、私個人としてはプホルスに700ホームラン、3500安打、2300打点というところを達成してほしいと思いますし、まあ、プホルスの納得のいくまで現役は続けてほしいとは思うんですけれども、まあ、最終的にプホルスがどういう決断をするのかっていうところは、まあ、エンゼルスとの契約が終わるタイミングで、まあ、ぜひ注目して見ていきたいところですね。ということで今回の動画は以上となります。
今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。